チェックしてくれる紙アプリ、つらかったんだなっていうのが、フラッシュっていう表現を間違えていましたんで、 Sorry, you may not post messages because your account is under restriction。 僕最初の頃トイフル勉強してたんで、はい、やってましたね。もうそうで始まりました、むちゃくちゃチャンネル。さあ、今回ですよ、久しぶりに田橋さんにおいでいただきました。はい、どうも、田橋弁です。田橋です、お願いします。はい、東大受験お疲れ様でした。お疲れ様でした。大変だったと思いますが、はい、まあ合格したか不合格したかわからないんですがその状況で今撮ってますね。はい、そんな田橋さんなんですけど、今回はですね、英語、英作文苦労してましたね。いや苦戦しました。はい、そんな田橋さんなんですけど、すぐにやっぱ添削してもらいたい時ってあると思うんで、うん、英語これ合ってんのかなっていうのをチェックしてくれる紙アプリ、おあるんですか、そんなものが。紹介したいと思います、はい、それがですね、ハイネイティブ、ハイネイティブ、ネイティブっぽく言おうとしたしたけど、ちょっと中途半端に終わっちゃいましたけど、ハイネイティブっていうのがあるので、はい、ちょっと今回その田橋さんの英作文できたのかっていうのをですね、あ、東大のやつですか。はい、実際ここで分かっちゃうってわけですね。そうですね、実際書いたやつを見ていきたいと思うんですが、はい、このハイネイティブっていうのはですね、まあ、ほぼ無料で英語の質問がネイティブにできるというアプリですね。ああ、嬉しいですね、それは。普通だったらね、いろいろお金かけてやんなきゃいけないものも無料でできるよっていう、いや、ありがたいですね、ものなんで、しかもすぐ答え返ってくる、勉強しやすいですね。はい、これをちょっとねやろうかと思います。だから例えば今年であれば英作文困難だったんですけど、芸術は社会芸術は社会の役に立つべきだという主張についてあなたはどのように考えるか理由を添えて60から85の英語で述べようと。めっちゃむずいと思いますよ。はい、田橋さんこんな感じで書いてましたけど、はい、ああ辛かったんだなっていうのが分かりますし、全然思いつかなかった。はい、和文英訳もすごいですね。外部に立っているからこそ見えるものがあるのだから、それはそれでいいのだが、私などはもし自分が旅人ではなく現地人だったら、この街はどんな風に見えるのだろうと考えることも多いまあ思わないことですけどねいや大変だったと思います。はい、こんな感じで田橋さん書いてましたけど、はい、はい、まあ、いろいろディスられてると思いますが、本当はもう知りたくないな、ちょっとそういうのもですね、ハイネイティブでチェックしていきたいと思います。はい、まずですね、ハイネイティブの登録の仕方ですね。このハイネイティブをまずダウンロードしていただきまして、はい、で新規登録ですね、はい、押してもらいまして、そうすると Facebook とか Google とか Twitter とかですね、もうすぐにこれで、はい、アカウント持ってる方は登録できますので、あ、私はじゃあとりあえず E メールで登録したいと思います。で次にですね、母国語と興味のある言語を選びます。日本語 でレベルは当然ネイティブですので、英語、まあアメリカ英語にしましょうか。アメリカ英語で田橋さんのレベルは初級じゃないですね、まあ多分中級ぐらいがいいかなと思うんですが、はい、言語なんですが、ここいっぱい選べる、こんだけたくさんある。わ、すごい種類がある、はい、何語ぐらいあるの？100カ国語以上。すごいですね。あ、スワヒリ語とかもあり、もちろんありますし、はい、初めて聞く言語ばっかり。僕だったらまあ韓国語もね選べますし、はいはい、いろいろと選べるんですが、まあとりあえずアメリカ英語で中級でやってみたいと思います。実際にじゃあこれからですね、質問をしていくんですね。まず最初が、なんて言うの？これは例えば日本語を入れて、これの言い方が分かんないな、今回だったら現地人とかあったんで、なるほどなるほど、現地人ってなんて言うのみたいな。現地人、ローカルパーソンって書きます。ああ、はいはいはい、はい、そうですね、じゃあ送っときましょう。はい、でこれ送るときには、はい、プレミアムチケットっていうのがあって、有料の方だったらもう優先的に答えてもらえるっていうのがあるんですけ ど、はい、ただそれを使わなくてもすぐに答え来るんで、嬉しいです、ね、はい、だから無料で使ってみてください。うん、はい、じゃあ今回はちょっとチケット使わずにやってみます。これでもすぐに来ますからね。で次のこのなんとかどういう意味ですか、はい、っていうですね、表現聞けるやつなんですけど、はい、田橋さんね、今回私試験終わってもらったんで、うん、この表現知らなかったんだなっていうのがですね、間違えてました。はい、やだな。フラッシュっていう表現を間違えていましたんで、小説のとこですね。そうです、はい、使い方としてはマイフェイスフラッシュとかでね使ったりするので、その表現聞いてみたいと思います。はい、この文どういう意味かを教えてくれます。次は、はい、どう違うのっていうんですけど、田橋さんのね英作文頃に think 使われちゃってましたよね。 think I often think what the town would look like ですついちゃってる。あ、 think の後ろに what ついちゃってる。あ、来ないですね。これやりましたよ過去の動画でも抜け出ましたね。もう Wonder と Think の違いちょっと聞いてみたいと思います。はい、で次が使った例文を教えてください。実際に使われる自然な例文を教えてくれるということで、タワさんのですね一つ目の作文の中にですね Under Restoration という謎の表現があったんで、あれあんま使わないですか。いや Under Restoration ですよね。あ、スペル違いますよね。もう制限っていう意味、これ間違いすぎてるな。でそれの状況としてはちょっとあれですけど、まあまあ Under Restoration という表現自体はあるので、それどういう時に使うのかですね、実際この例文を、はい、学んでいきます。で発音、今回そんなに難しいものはなかったんですけど、はい、
小説のところにですね、多分この単語知らねえだろうなっていうのがあったんですけど、はい、S-C-A-L-P-E-L。 あー、見たことないですね。見たことない、見てたんですけどね、飛ばして読んじゃいましたね、はい、これで発音、はい、なんて読むか分かります？コーペア。まあ合ってるかどうかを確認したいと思います、はい、それをちょっと聞いてみますね。で、この発音は自然ですかって言って自分の声の発音を入れること。そんな添削もしてもらえるんですか？はい、まあ、今回は東大語なので関係ないですけど、喋ることないですからね。で、自由に質問するですね、国や地域について質問したいと、アメリカってこういうのどうなんですかとか、あ、言語だけじゃなくて背景知識みたいな、背景、そうですね、だから写真とか送ってる人もいました、こういうのってアメリカで見かけますかとか、そんなことも答えてくれるんですか、はい、もう世界のいろんな国の人が質問してますんで、あ、この国の人はアメリカをこんな風に見てるのかな。面白いですね、それだけ覗くのも面白いかもしれない。そうです、なんでこれいろんな人の質問も見れますから、はい、で、自由に質問したいっていう風に、はい、まあ、自由に書くっていうのもあったりします。はい、では帰ってきました、見たいと思います。現地人、英語でなんて言いますか、ローカルとネイティブ。あ、ネイティブも言えるんですね。場合と会話によって意味を選ぶ。もう頑張って日本語打ってくれてる、このアメリカ人の優しい。そうか、いろんな人がいるから、その人によっても回答の仕方も。で、このローカルっていうのは、そうです、名詞で使えるので、あ、ローカルでも構いません。あ、ローカルパーソンって書いても OK ですけど、あ、ローカルでも全然、あ、そういらないんですね、はい、使うことできますので、はい、で、そして My face flushed ですね、はい、これですね、はい、This is when your face turns red、はいはいはい、はい、顔が赤くなるですね、まあ、ブラッシュとかって言ったりもしますよね。あ、そっちの方はなんか覚えてた記憶ありますね、はい、もうこれで忘れないと思いますね。フラッシュ、これいいの、やっぱり言い換え表現覚えられるんで、ネイティブが別の英語で教えてくれるので、なるほどなるほど。で、続いて、違いですね、これとこれどう違うので、 Think to wonder どう違います。 Think to wonder、 これは、はい、もう反省です、はい、で、これの違いとしては、まだ think は普通に自分とか来るのに対して wonder は後ろに wh とかですね、 whether とか if とか、はい、それが来るっていうのは、これは知っとかないと、これは基本ですか、はい、まあ、すごく間違い多いです、実際こうやって書いちゃう人多いんで、まあ、すごいためになると思います。勉強になります。そんと、じゃあこの under restriction を使った例文を教えてくださいと、はい、できるだけ日常で使う自然な表現でお願いします、はい、sorry you may not post messages because your account is under restrictionあー、なるほどね、制限されてる。そうですね、だからメッセージをポストできませんよ、うん、ネット上とかで、はい、メインノットこうしちゃいけないっていうですね。で、アカウントに制限がかかってるから、ここにメッセージ書けないです。何したんだお前は、制限がかかるって。で、次は Items under restriction must be declared before passing through customsあー、なるほどね、そのだ制限されているものっていうのは declared ちゃんと申告しなきゃいけない。で、before passing through customs は分かりますか、税関ですか、そうです、 S ついてる、そうです、税関を通る、そうですね、はい、customs、 S ついてる場合は税関、ついてない場合は、はい、出てこない、顧客はカスタマーですよ、違う違う、え、違う、習慣、あ、そうだそうだ、そんな気をカスタマーだ、なんだこれだから、そういう時にこう制限がかかってるよっていう表現なわけですね。アンダーリストラクション、リストリクションです、リストリクション、リストラクションじゃないから、それ実際本番間違えたんですか、ね、あ、間違ってるんだ、はい、それも。じゃあ田さんの音、スカルポ、はい、スカルポ、スカルポ、あ、僕こんな感じ言ってもちょっと似てましたね、まあ、スカスキャーポー、スキャーポー、こういう風に音も言ってくれる、音も言ってくれる、まあ、スキャーポー、手術とかする時 の解剖とかする時のメスの、なかなか使わないですよね、はい、じゃあ実際の田橋さんの書いたやつですね、プレミアのやつに今で、はい、この表現は自然ですかと、外国語人気のこの表現は自然ですかのところにもう丸々貼り付けて、どういう感じの回答が入ってくるか、ね、でも答え合わせっていうことですね、そうです、ここは有料なんですけど、ガンと一気に見れるってことですね。じゃあちょっと打ってきます。 I don't think I should help society、はい、難しいですね、間違った英語打つのがリストラクション、でも、あ、もう自動的にリストラクションに変形されちゃいますね、まあまあそこはいい、はい、スペルはしょうがないです。続いて和文訳ですね、はい、はい、では、はい、帰ってきましたんで、はい、見てみましょうですね、自然かどうかを言ってます、はい、I don't think I should ですね、はい、少し自然、はい、はい、これは自信ないです全然I don't think I should help with society for the following reason がピリオドじゃなくてコロンにしようって言いますね。あー、その辺は結構難しいですね、うん、Art shouldn't be restricted by something、 これはね、思いました、 something 使いすぎです、それは思いました、僕も自分で書いてて、はいはい、僕、東大英語でしょっちゅう言います、 something を多く使うやつは英語ができないですまさしくじゃもう東大英語のライティングでよく言ってます、ね、はい、これちょっと言い訳するともうほぼ時間がなくて、はいはいはい、思いつかなかったですね、内容自体が難しかった、だからアート制限すべきじゃないって言いたかったですよね、具体例とかが思いつかなくて、うん、something 連チャンしちゃいましたね。 Art shouldn't be restricted under any circumstances、 もうどういった場合でもいかなる状況でも制限される場合ではないってことですね。 If you can do or make something
something really, it isn't art. やっぱり something なんですね。いやもうここで僕初めて添削されるんでやっぱもうへこんでしょうがないです。You can't create something freely. 自由に作れないんだったら、あ、ダッシュつけてる。It isn't art. Only when you produce, you call it art. やっぱそうなんですよ。Under restriction って変なんですよ。ここで使う場合は。自然だったね。Only when you produce something uninhibited.Uninhibited 阻止されてないもの Inhibit っていうのがこう阻止するっていうんで、阻止されてないものを作った時に Only when ですよ、統治起こんなきゃ、否定の副詞もうありがとうございます。丁寧に細かく添削していただいて、はい、Can you call it art? そうですね、 Can 必要ですね、その時にアートと呼べるのである。なるほど。だから社会に役立つとかを考える必要はないっていうふうに言えばいいんですよね。難しかったです。逆もしかりね、アートっていうのは実際社会に役立ってはいるので、全てやっぱり動画の制作だって全てアート、アーティスティックな部分がちょっと、ね、なかなかその題材について詳しく社会には役立つんですけど、まだ役立つべきかって言ってるのでね、なかなか難しかったと思います、うん、このトピックは。これはトイフルであったやつです。あ、トイフルってよく出てきますよね、確かにね、アートと。はい、トイフルで、なんか僕最初の頃トイフル勉強してたんで。はい、やってましたね。トイフルじゃねえ、トーフォーこれまた毎回間違っちゃう、はい、トフル。めっちゃコメントで書かれるから、トイフルって言うと。あ、厳しいですね気をつけますはい、This is no problem のやつですね、はい。はい。この表現は自然ですか？少し不自然。はい。結構違うよっていうところがしますね、たくさん。This is no problem とは言わない。This is not a problem。Not a problem。そっか。で、There are things only when you stand outside はやっぱり意味がわかんない。で、Because you're not standing outside っていうふうにね、はい、あなたは外に立っていないからだっていうふうに書いてましたね。まあもちろんこれ見えないんで、There are things you can see とかだったらわかるんですけどね、はい。あなたは見える、外に立ってる時だけ見えるっていうのだったらわかるんですけど、You can see とか入ってないといけないんで。なるほど。で、But I often imagine に、はい、変えられてますね。Think ではなく。Think じゃないよって。はい、imagine。What the town would look です。はい、当然、Would の後ろですから、Looks って S つけちゃったんですね。そうっす。なんであえて S つけたの？looks like っていうことが多いからと思いますね。It looks like 何々とか使うことが多いので、それでくっつけちゃったんでしょうね。まあ仮定法は頑張ってたんですけど、If I were a local person は大丈夫でした。なんで。Safe、はい。よかったです。はい。で、and not a traveler。and が抜けてました。かまでやることは可能ですけど、not a traveler。ここでこういうふうに書くのはちょっと、はい、まあ確かに変なんで、うん。ちょこちょこ間違ってますね。はい。っていう感じで。ああ、でもすごい勉強になります。ありがとうございます。こんなに書いていただきまして。はい。こういった形でさまざまな機能がありますので、これをですね、ぜひ使っていただければと思います。はい、はい、トシさん、大悟できたんですか？ところで今聞きます。まあでもこれ合否出てる後にね。全体ですか？いや、そうですね、出てる後に。いや、ちょっと今のでだいぶ自信なくなってきましたね。はい、ただ合否自体はもうこれ出てますので、はいはい、そうですね、はい、まあちょっと何とも言えないですね。はい、喜んでいいのか悲しんだ方がいいのかよく分かんないですが、はい、もうそれは皆さんそれぞれのになると思うんですが、はい、このハイネイティブぜひトシさんも使っていただきたい。ハイネイティブ、はい、これから使って勉強していきたいと思います。はい、自分自身も実際これ使ってやってますので、かなり便利ですよね。はい、リアルタイムで返答をいただけたりするの。入試問題で、あれこの表現どうやって使うのかなとか、これで合ってんのかなとかって思った時とかは、うん、これ使って聞いてますんで。森哲先生も使う。はい、そうです。じゃあ結構幅広い層に使いますね。そうですね、もう全然、うん、レベルもたくさんあるんで、はい、はい、なんでぜひ使ってみてください。はい、ここから田橋さんにおいていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。